ここにこういう中白でここに粒々を書いてある。これなんだろう。そうそうそう。でこの魚をこう光から遠くにすると大きくなったり。なんで日本の果物が高いんだみたいな感じで、うん、もうこの子がもうキャラクターになって話し出すってことかなと思うんですけど。あ、もしかしてあなたトラでしょ。そう、韓国から来たトラだぜ。え、なんでなんで、ま、なんでなんで世の中にはそんなに簡単なことはないよ。あと何か言っときたいことありますか。はい。ダメダメダメ。あ、いいですよ。あ、その感じでいきましょう。終わりました。頭の上に乗っけてんの食べれんのそれ。食べれるよ。じゃあ、あれ？
おいしそうなスイカ。もうお腹いっぱいになりました？満足した。ああ、強い心臓ですよ。確かにだいぶでかいもんね。おお、ちょっとなんだなんだなんだ、あれちょっと待って、この心臓なんかここに粒々がいっぱいある。